義実家は義母とシングルマザーの姉さんと、その娘の3人暮らし。ある日義母が入院してしまったが姉さんにも仕事があるので、娘ちゃんの面倒を見るため1週間ほど義実家に行ってきたのだけど、どうにも気になることがあった。姉さん、なんか様子がおかしい。例えばコップを倒したり食器を落としたりを、たった1週間ほどの間に、それぞれが3、4回もあった。一度検査受けた方がいいんじゃない？って言ったら、大げさだよって笑っていた。それ以上は言えなかったけど、どうにも気になって後日メールした。客観的に見て、何度も物を倒したり落としたりするのって気がかりだよ。以前のお姉さんはそんなことなかったし、検査を受けてほしい。何より娘ちゃんのためだよ。いつでもヘルプに行くからお願い。気持ちが通じたのか翌日病院に行ってくれた。結果、脳梗塞の前触れだった。投薬治療で済んだけど、手遅れになる前でよかったと思う。自分だけじゃなく、大切な人のためにも健康でいることって大事だなと、改めて思った。